今年の桜は開花から満開までの間がとても早かったですね。満開になってからは天候に恵まれ、お花見ができる期間が例年になく長く続いています。美しい桜を皆さんに見ていただきたいと思い、境港市内の桜の名所を紹介していきます。こちらは堺台場公園です。一角には境港のシンボル的存在の境港灯台があります。公園には約240本のソメイヨシノが咲き誇ります。真っ白な境港灯台との桜のコントラストをお楽しみください。お花見に欠かせないのがお弁当です。公園入り口にあるお食事処峰さんでお弁当を味わうというのはいかがでしょうか。